皆さんこんにちは。今回は2日目のソロツーリングの後半戦、そして石川県は小松市でのソロキャンプ動画となります。よろしければお付き合いください。今日のデスティネーションが決まりました。1時間ぐらいね、まあ飯食いながらだったけど、1時間ぐらいちょっと調べたり電話したり、ね、最後はねモンベルのね店員さんにも聞いたりして、まあ、そこでおすすめ、いろいろおすすめいただいてね、まあ、結局モンベルの店員さんにおすすめいただいたところは、空きがなくて入れなかったんですけど、ようやくね一つねキャンプサイト、キャンプ場ですね見つけたので、このランドアバウトを走りながらそのねキャンプ場に、今向かいたいと思います。まあ、キャンプ場に向かうって言ってもまだ多分、40-50 キロはあると思う。そこまでもね当然、いい道をチョイスしながら向かうわけです。でとりあえずまあ、先に買い出ししちゃっとけばまあいろいろ安心なので、一旦買い出しをして、今大野であってるのかな、大野市かなの市街まで降りてきているので、そこのスーパーでちょっと軽く買い出しをしてから、それからキャンプ場に向けて走っていきたいと思います。天気がね心配だけど、一応天気予報ではまあ明日の夕方までは石川の方、まあ、結局また北上することになるので天気予報はまあ持ちそうということです。フードマーケット新鮮か、怖いんだよなこのとこね、じいさんばあさんの車にぶつけられるかもしれないよいしょ。いやー今あの電光掲示板、道路情報の電光掲示板に416通行止めってなってて、小松川に抜けらんないんすねこれ、危な。なんで国道1号7で、まあ、ちょっと迂回っていうか、もう本当白山の方を通って手取り湖とか抜けて回っていこうと思います。まあこんなこともあるさ。
360で行くしかねえんだ。気持ちよさそうな道だな。でチェックイン完了しました。西又オートキャンプ場ってとこですね。19サイト、まあまあそこそこ入ってますね。まあでも当日にねいきなり来てオートサイトゲットできたんだからよしとしましょう。どんな感じなのかな、普通のキャンプ場だな。関東圏のキャンプ場行くとね、ポルシェで行ってもね、全然誰にも見向きされないんですけどね、みんな見てきますね。ここか。どうすっかな、結構広いめなの。
投手陣が期待しています。佐々木先生もこちらを見つめております。こんなもんでしょ。それでもね、ワカサギ、福井県産ワカサギという方、ワカサギって有名なの。見た目はあれだけど、ワカサギ美味しいですよ、ね、赤ワインとともにね、これはいただきたい。塩コショウだけでね、うん、うまい。うん、うまい、うまいしか言えねえ。レモンサワーで一番うまいのこれだと思ってんだよね。宝の缶中杯、ここに注ぐと見せかけてそのまま、スポーツソリティで200円で買ったこの焼き塩、焼きサバ、焼き缶サバかな、買ってっかな。サバ調味料漬けって書いてあるんですけど、これはねパスタに合うもんね。半額だけど賞味期限来年の9月、まだ、あ、ちょうど1年か。9月19日。ちょっと酔っ払って何言ってるか分かんないですけど。ああ、1年持つとなったら今開けなくてもいいかなと思いつつ。うん、これでね、今パスタ茹でてるんで、今日の締めにしたいと思います。米炊くのめんどくさかった。とてもうまそうには見えないけど、サバ缶投入しました。見た目から想像できないレモンバターのめっちゃいい匂いする。これうまいやつだ。これで詰めて、オイルかけて胡椒で仕上げたら間違いなく美味しいと思います。
Thank you.